あったオーシェイクに来てます。ここね、こんな感じですごいパワフルなシェイク置いてるお店です。コメントしてくれた方ありがとうございます。私こういうの大好きです。じゃあ早速注文して飲みたいと思います。頼んだやつ来ました。でね、私ちょっと失敗しちゃった。ここのオーシェイクの店舗はなんかネットに出てるようなね、可愛い瓶に入れてくれるやつじゃなかった。もう普通のカップでちょっと悲しいんですけど、でもまあ見た目すごいですよね。でなんとなくあの瓶のやつよりも量が多そうです。じゃあ早速食べたいと思います。これね、サイズかなり大きくって、で上もねチョコソースとかなんかクッキーとかクレッツェルとかいろんなのが乗ってて美味しそう。でね、デビルシェイクです。でね、ここのお店こんな感じでメニューもいろいろあります。フード系とかもこんな風にソフトクリームとかロールケーキとかで、今回私が頼んだのがこれですね、ヌテラダブル悪魔シェイクです。いただきます。こんな感じでプレッツェル、あ、塩気があって美味しい。甘さとしょっぱさがあります。すごい美味しい。ヌテラのチョコソースがいっぱい入ってます。めちゃくちゃ甘くて美味しい。あ、ここなんか黒いの入っとる。ほらほらほら、あ、じゃあ氷あった。やばい、ヌテラのチョコがめちゃくちゃ甘くて美味しい。ヌテラのチョコってなんだろう。スーパーとかでもよく売ってるやつ、こういう瓶に入った。あ、だからヌテラなんちゃらっていう名前だった。ご飯系食べなくていいの。お腹すいた。じゃあ食べに行こうか後で。思ったより上の具材よりもシェイクのほとんどだから、飲み物ばっかりでお腹いっぱいにならないの。だからこうなってる。え、汚れたの？え、本当だ。気をつけて。服が。なんだよ、めっちゃ汚れてるんだ。うん、大丈夫。でもなんか白いのがついてる、ここ。ただね、行くんだったらちゃんと席を構えた店舗の方がいいですね。そっちの方が可愛い瓶でもらえます。で、コメントしてくれた方ありがとうございました。写真に載ってる瓶じゃなかったんで申し訳なかったんですけど、でもすごく美味しかったです。ごちそうさまでした。